真珠です。はい、ということで今回の動画は、前回まで上げているマイクの比較動画だったり、あとはマイクの話だったり、オーディオインターフェースの話だったり、まあそれら全てをね、まあとりあえず一旦まとめようっていうね、感想だったりとか、まあそういう話をねしていきたいと思います。どうでしたか皆さん、この比較の動画もそうだし、オーディオインターフェースの話もそうだし、マイクの話もそうだし、こういうね全部見ていただいた方は分かると思うんですけど、どうでしたか？マイクのね、音質の違いとかすごく分かったと思うんですけど、まあ、それらをね、自分でもこういろいろテストとか、まあ聞いてみたりとかした結果の、じゃあこれからね、ゲーム実況のマイク感覚どうしていくんだっていうのをね、僕は決めました。ね。まずは、まあ、オーディオインターフェースはもうこのね、ヤマハの AG03 で決まりです。ね。こいつに挿すマイクっていうのは、やっぱりね、このシュアのデータ 58A、これをね、挿していきたいなと思っています。で、このマイクね、意外に高いんですよ。まあ、1万5000円ぐらいするんですよ。サウンドハウスで買っても。ね。なので、まあ、安くあげたいっていう人は、このね、クラシックプロの、CM5S でも全然いいと思います。これのいいところっていうのは1000円っていう安さと180度まで音を拾うので、こう結構こうちょっと動いたりしても、声をちゃんと拾ってくれるっていうねところはね結構強みだと思います。まあその分環境音とかは拾いやすくなると思うんですけど、まあ、うん、全然いいと思う。これでもまあ僕の場合はこのヤマハの AG03 にこのシュアのデータ 58A、 これを挿して使う。で、ちょっとね、前回のマイクの話で話し忘れたことがあるんですけど、こういうね、ダイナミックマイクの場合、こっちのクラシックプロの方だと、マイクのね、オンオフスイッチっていうのがここにね、ついてるわけなんですよ。で、これでマイクのミュートができたりするんですよ。で、こっちのシュアのベータ 58A っていうのは、そのスイッチがついてないんですよ。ミュートスイッチっていうのは。ね。なので、ミュートをするにはどうしたらいいかっていうと、まあ、一つの方法として、まあ、このヤマハ AG03 のボリュームを下げる。ね。これもある。ただ、こいつをね、手元に置いとくのは、とてもね、場所を取るので、マイクのオンオフができるスイッチを買っておくと便利だと思います。これは、ホサっていうところのね、マイクのオンオフスイッチなんですけど、これを、まあ、マイクのケーブルの間に挟むことによって、ここでマイクのオンオフが切れる。まあ、ここにね、こう直接挿したりとかして、こうやって挿して、で、ここからマイクケーブルを出せば、ここでマイクのオンオフができる。ただ、僕の場合はね、こういう風に、こうマイクスタンドを置いて、この手元というか、ここで、なんかオンオフやるのが嫌だなっていうのがあったので、僕の場合は、まずここにマイクのケーブルを挿して、で、マイクのケーブルのところにこれを挿して、で、そこからオーディオインターフェースにマイクケーブルでまた出すっていうね、やり方をやっています。これが結構便利なので、マイクのスイッチがついてないマイクを使いたい人は、このホサのね、このね、ミュートスイッチ代わりに使うのがね、すごくいいと思います。で、僕は、まあこのね、ヤマハ AG03 と、シュアのベータ 58A を使っていくんですけど、やっぱりね、このアントニオオーディオのモッドマイクは結構気に入ってるし、うん、かなりこうヘッドセットタイプのものでは高音質で撮れると思っているので、ヘッドセットで使いたいなっていう時は、このね、アントニオオーディオのモッドマイク5、これをね、使っていきたいと思います。まあこのね、モッドマイク5はね、ちょっと海外からしか買えないので、ね、なかなかこう入手するのは難しいと思うんですけど、ただ音質はかなりいいと思うので、気になる人がいれば、ぜひ海外のね、アントニオオーディオから購入してみてください。はい、ということで、今回、まあいろいろね、マイクの環境について話してきたんですけど、うん、いっぱいね、お金使ったね。お金は使った。うん。なので、まあ、いらない、ね、ものは、どんどん処分していこうかなと思ってます。まあ、プレゼント企画とかね、やってもいいんですけど、僕は、プレゼント企画やろうと思うのは、チャンネル登録者数が1万人に なってからと思っているので、1万人になった時に、だったらね、あげてもいいんですけど、やっぱりね、
まだ全然ね、5000人にも行ってないので、まあまだまだかかるということで、ね、今回、購入した機材で必要なものはとりあえず、ね、処分していきたいと思います。まあ明日にでもね、あのチャンネル登録者数が1万人になるんだったら、それはね、あのプレゼント企画としてプレゼントしますけど、まあ、全然ね、多分明日にはね1万人にならないので、今回は残念ですが処分したいと思います。はい、ということで、今回はね合計4本になるのかな、ゲーム実況のマイク環境についていろいろ自分がね本当にこう買ったりとかして聞き比べたりとかして一番いいと思うものを作り上げられたと思います。本当にね、あのゲーム実況やってる、まあ、僕自身がそうなんですけど、結構ねこう自分が話してる声を綺麗に撮りたいっていう人はね多いと思うんですよ。で、まあ最初は持っていなくても、どんどんゲーム実況をやっていくうちに、なんかこうもうちょっとなんかよく撮れないかなとか、で他のゲーム実況の人の声を聞いてると、なんでこんなクリアに撮れてるんだろうとかね、そういう風に思ってる人、そういう人はね、今回のまあ僕の一連の動画っていうのはすごくね参考になるんじゃないかなと思います。まあ、これもね毎回の動画のお尻で言ってる気がするんですけど、ぜひね、あの今回の多分4本合計4本なのかなの動画は本当に参考になると思うので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。